24年ぶりに1ドル146円台の円安水準を更新したことを受けて、松野官房長官は今後の為替相場について高い緊張感を持って注視すると強調しました。日々の為替相場の動きについて逐一コメントすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ引き続き為替市場の動向を高い緊張感を持って注視をする。その上で、政府日銀が再び為替介入に踏み切るかどうかについては、過度な変動に対しては適切な対応を取りたいと述べるにとどめました。